釣りってばよ。螺旋岩、俺の必殺技なのに簡単にやってくれちゃってよ。ま、もう少し落ち着くの。別に螺旋岩を見せたのは自慢したかったからじゃない。さっきまでの修行で風の性質変化を手に入れた。じゃあ俺ってばもう二つとも持ってるってことか。これならあっちゅう間に真実ができそうだってばよ。よしよしよし、簡単にいけそうだぜ。俺は螺旋岩の形態変化に雷の性質変化を、この術を考案した俺の師でさえそうだった。そうだ、四代目火影でさえただの形態変化だけで得得難度は A ランクだが、問題はその先だ。螺旋岩はまだ途中段階の忍術だったってことか。難度 S ランクか、それ以上かもしれない。お前が見つけるしかないんだ。なぜこんなことをお前に話すか。四代目火影を超える忍びはお前しかないと。もう少し食休みしてから修行に入りますか。さすがカカシさんですね。本当にそう信じているのさ。多重影分身の術。じゃあ二人一組で螺旋岩を作ってもらう。風の性質変化を螺旋岩に組み込む。じゃあ始めようか。あ、風のチャクラ、くっそ。多重影分身の術はバテが早いな。集中しろ、二つのチャクラ。おい天蔵、分かってます。続けていたらナルトは僕には。いや、これしか方法はないんだ。お前にかかってる。わかりました。螺旋岩に集中しようとすれば性質変化が怪しくなる。螺旋岩がうまくいかねえ。情けねえ、加賀先生があそこまで言ってくれたってのに全然それに応えちゃいねえ。一旦中止にしますか。あいつがそう言うならな。暇はねえってばよ。影分身の術。みんな気をつけろ、またキュービカしてるやつがいるってばよ。ヤマト大将ヘルプ。大丈夫か。螺旋岩に風の性質変化を。けどこの修行、影分身は200人が限界だってばよ。そもそも螺旋岩を作るのにその上性質変化って。いつになく弱音吐くね。それでもお前は俺の知ってる渦巻きになると。だったらカカシ先生は右見てる時に同時に左を見ろって。なるほど、ならできないこともない。影分身の術、右を見ながら。そっか、影分身の術、やった。おお、なんかコツがつかめてきたってばよ。お前の思いつきってそういうことだったのね。3人目の俺でもって風の性質変化をやる係おかわり分担をすりゃいいだけの話だったんだ。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。俺はお前のことがものすっごく好きになってきたぞ。カカシ先輩、一旦修行を中止して里の方へ。一体何。サルトビアスマさんが亡くなりました。なんとかここまでは。術が完成に近づいているなら俺の螺旋岩などひとたまりもない。四代目、さて修行だ。時間は待っちゃくれないからな。今回の修行の目的はお前だけの最強忍術を作ること。それにはチャクラの性質変化と形態。じゃあまずは形態変化の説明からいこう。螺旋岩を作ってみる。はい、ストップ。まチャクラを超スピードで乱回転させて圧縮する。じゃあ形態変化は合格ってこと。
いや、ほい！次はチャクラの性質変化だ。この術はチャクラの形態変化と性質変化、右手にチャクラを集中させる。このチャクラを電流に性質変化させる。今までの螺旋丸以上の術を習得するには、千鳥のように形態変化と性質変化、これはチャクラに反応しやすい感応詞で、この紙に自分のチャクラを流し込めば自分がどの性質かが。お前のチャクラの性質は風、戦闘力抜群のチャクラ。そのテクニックを得得するには膨大な時間がかかる。で、その方法は、ヤマト隊長、ヤマト隊長の木遁手はどの性質変化になるの？それは滝ができた。2つの性質変化を持ってるんだよ。僕は土と水の2つしか使えない。土と水の2つの性質変化を同時に行い、右手に土、左手に水。すげえ。2つの性質変化を同時に扱い、新たな性質変化を生み出す力を結晶限界って。だけど多くのチャクラを必要とするため、キュービーのチャクラを、そこで僕が呼ばれたんだ。よし、まずはチャクラの性質変化がより強く、の刃を手のひらに挟んで、この修行は常に影分身でやってもらう。もう切れ目が入ったか。こりゃ案外早いかもな。じゃ、とりあえず前にやったとこまでやってみようか。おう、多重影分身の術。ナルトらしいけどね。目が覚めたが、多重影分身を使った修行方法は疲れもたまりやすいからな。次のステップは滝を切る。切るって滝を？休憩終わりって、さっさと修行再開だってばよ。頼んだよ、ヤマト。多重影分身の術。風のチャクラをイメージしてつく。鋭くだ。みんな行くぞ。これはさすがに時間がかかりそうですね。ま、気長にね。そろそろ地で出す頃。大量のチャクラを風に性質変化させなきゃ滝は切れない。ちょっとぐらい上手くなるコツ教えてくれってばよ。もっと時間をかけて丁寧にやれ。青を切るのだって本当なら半年はかかる。それをたった数時間でクリアしたんだ。何倍も早く進んでる。たく、連蔵。わかりました。さすがにきついか。きついんだな。これで文句ないだろ。多重影分身の術。くそ。ナルト、経験値の蓄積だ。修行を続けるってばよ。さくらからの差し入れ兵糧丸と、さくらちゃんの手作り兵糧丸いただくってばよ。よし、修行再開だ。ナルト、少しは休憩したらどうだ。こんなんで目を開けてたんじゃ、いつまでたってもサスケには追いつけねえってばよ。多重影分身の術。俺が折れなきゃ。行くぞ。はっ。
かこんなに早く。サスケがそうさせるんだ。マジ切れた。これで次からはオリジナルの真実開発に入る。大丈夫かナルト。少しやりすぎたか。本当に大したやつだよ。カカシ先生で何を見せてくれんの。螺旋丸できたのか。